おはよう。ただいま6時前ですけども、たっぷりと寝ました。もう会場まで近いですけど、今日は9時に入りますので、その近くのファミレスで食事&仕事をしようかなと思います。時間までということで15分ほど走らせます。本日の演奏場所の1キロ手前にジョイフルを見つけましたので、ここで食事&朝食を取りたいと、食事&お仕事したいと思います。今日も晴れていますので、お日様の当たるところでに駐車して充電をしたいと思います。ソーラーパネル。カードが残っています。お留守番。昨日もたくさんのコメントありがとうございます。あきさん、としさん、埼玉のしんちゃん、ちはるさん、草刈正夫さん、じゅんさん、岡安さん、ななさんということで、今日も楽しく頑張ります。ファミレスから1キロの場所にありますお寺さんですけども、本日はそちらでコンサートをします。ありました、海神寺到着です。見えるかな、違うから。おとなしくしててね。ここも昔あの、はい、ミュールのミックスがいたんですよ。あ、じゃあ同じような似てますね。ね、皆さん。ご本尊は弘法大師。右側が歌菩薩、左が舞菩薩だそうです。歌と舞ということで今日にぴったり。
食事をしたいと思います。近くにドッグカフェがありましたので、政宗と一緒にデートしようかなと思います。もう到着します。暑いね。どっくらここか。こんな母ちゃんも行けるよ。母ちゃんも行けるよ。よかったね。暑いですね。もう犬は大変ですよ。キムチ茶。おいで、おいで、おいで。ただいま7時前です。だいぶ涼しくなって過ごしやすくなりました。今野方市方面に向かってます。そろそろ汗でも流そうかなと思います。あと政宗のご飯。本日の温泉に到着しました。藤井湯の里。目的地に到着しました。お疲れ様でした。割と町に近かったです。駐車場。
しい。ちゃんはいろいろやるからもう壊れちゃったんでしょう。はい、到着。まあ、ちゃん、お疲れ様。カードが残っています。なかなか不気味なところですね。明日が楽しみ。それでは晩酌を始めたいと思います。本当は火を使って焼き物などしようと思いましたけど、ちょっと面倒になってきたので今日はやめます。いろんなものがありますんで、そういうのをちょっと食べながら晩酌を楽しもうかなと思っています。イカゲソボイルにからし味噌かけます。はい、そしてストロングハードラムネ、なんかこれが美味しそうだったので買ってきました。最初はビールにしようと思ったんだけど、ハードストロングラムネ味、この前もラムネ飲んだけど久しぶりに美味しかったなと。適当ですけど晩酌いただきます。さっぱりして美味しいですね。あとはサラダ、これまだこの前阿蘇で物産展で買ったサラダまだありますので使ってます。トマトは今日買いました。今トマト安いですね、かなり入って100円で買えます。ということで本日もありがとうございました。おやすみなさい。